まずは4機へのご挨拶、アローヘッドのバスです。狭くなっていくのがご覧いただけますでしょうか。宙返りをして会場正面に戻り、皆様に連続3回蹴りをお見せします。編隊は方々待機を保ち、皆様の目の前で雄大に参加します。さあ開き始めました。美しく広がるスモークにご注目ください。時速約800メートルの高速で進入する5番機は、優れた空中感覚と高度な操縦テクニックが6番機によるスローロールでした。2つに分かれて停止の際さあ会場照明をご覧ください。レーザー映像の開始です。右に分かれた他の3機が円を描き終わるまでに見事最終号できるでしょうか。見事に最終号を終えました。
100km の速さで同時連続横転しながら交差します。8から6来たよ。進化とカレールが来ました。続いて2位、3番機が対面飛行となりました。4機、電気の対面飛行、フォーシップインバートでした。会場、正面、上空をご覧ください。5番機、6番機がハートを描いていきます。すぐさま4番機が矢を貫いていきます。後ろいな。正面右手方向にご注目ください。まるで3機の T4 が1本の芯でつながっているように正確に体勢を維持しながら横転していく様子をご覧ください。
違うな。8名のパイロットが本日の展示